STA3000 の接続方法をご説明します。この手順で進行します。はじめに同梱物の確認を行います。本体及び付属品がすべて揃っていることをご確認ください。確認ができたら STA3000 を設置します。本製品のラベルが貼られている面を下にして安定した水平なところに設置してください。次にリモコンを準備します。蓋を外し単4型のアルカリ乾電池を2本入れてください。続いて STA3000 と各機器を接続していきます。付属 HDMI ケーブルでテレビと接続します。テレビの電源をオフにして接続してください。テレビには入力側に、 STA3000 には出力側に差し込みます。最後に付属 AC アダプタを本体の電源端子に接続します。テレビの電源をつけて入力画面を合わせたら、プラグをコンセントに差し込みます。AC アダプタをコンセントに接続すると、本製品の主電源がオンになり、電源ランプが赤色に点灯します。リモコンの電源ボタンを押すと電源がオンになり、本製品が起動します。初めてご使用される際には、初回設定画面が表示されます。設定方法は別動画をご覧ください。